c g s をご覧の皆様、こんにちは神谷宗平です。本日も日本再生スイッチ、ケントギルバートさんともにお送りしていきたいと思います。ケントさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願,しお願いします。ちょっと少し間が空いている間に、はいろんな本を出されて、はい、はい、出しました。あの8月にですね、出されたこのいよいよ歴史戦の空振りを発信する日本人と。 いう本がですね、これが PHP さんが出されていて、はい、1> 第1作が「あのまだ GHQ の洗脳に縛られている日本人」そして、えー、第2作が「やっと自虐疾患のアホらしさに気づいた日本人」というのに続いての3部作の3段目ということでこれがまた非常に面白いので、えー、しばらくです、ね、この本をテーマにお話をいろいろ聞いていきたいんですけれども今回ですね、まあ、目次をパラパラっと見るともういきなり最初が共産主義。 左翼ですね、うん、2>, で2章でスパイ、はいはい、で3章でメディア、はい、で第4章で国際機関、はい、で第5章で日本人の発信と、はいうようなことが書かれてましてもう共産主義とかです、ね、スパイとかメディアはまあ過去にもありましたけど、ね、この国際機関をあんまり信用するなみたいなこういうのって僕らも、ね、過去に言ったことあるんですよ。うん、けども、うん みんな <laughs> あのとんでもと思って、はい、あの受け付けないんですけど受け付けてくれなかったんですけどケントさんの立場からこう言っていただくと結構ですね浸透が早いなとすごく感じてて今までこうタブーと言われているところにどんどんこう切り込んでいくこの意図というか思いその部分をちょっと聞きたいなと思いましてまあ共産主義についてならね、はい あの僕は本当は戦後それを禁止すればよかったと思ってるんですよね、はい、で残した理由はあのアメリカの意向であって2つあるんですが、ねはい、1>, 1つはアメリカの意向ですでそれは何かっていうと日本の徹底した軍,、えー、軍国主義を解くのには、えー、もう1つの <laughs> 対局が必要だっていう,、はい、いう考え方だったわけですよね。であのもううつのの理由っていうのは <laughs> アメリカの国務省にデブラルがめちゃくちゃいて公民テルンまでたくさんいらっしゃいましたけどそれとソ連の影響もあったと思うんですよね同盟国だったもんで連合国のね同盟じゃないんだけど連合国だったもんでそれの影響もあって残したんですけど残したことをすぐマッカーサーさんがマッカーサー元帥が反省したみたいですね。 それもね資料残ってますもんね。ねあの本当はね、えー、戦争が終わって8月に終わって9月から占領制作始まって、はい、2> で2月に共産党はゼネシストを宣言したんですよね。うん、でマッカーサーは、えー、でそれ何を狙っていたかというとマッカーサーがそれを武力で弾圧することを世界に見せたかったわけですよ。はいうん、でそれをきっかけにして共産 えー、共産党の共産主義のね革命を引き起こしたいっていうのが、はいまあ、あったと思うんですよね。うん、でマッカーサーはそのゼネストが始まる数時間前に「これは許しません!」と言った、はい、だけでね誰も集まらなくなった <laughs> 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 それ以来共産党はあまり強くななってないんですね議席がそんなにいつも持ってなくて、はい、最近ちょっと増えたんですけども。まあ それもねだからどうかしてるんです皆さん。うん、というそういうことを書きたかったわけですよね。はい、共,産共産党、共産主義がどんなにひどいものか、うん、何を考えてるんだってそこに票を入れる人は、うん、と思って、ね、そ,れそれにプラスですね、はい、それと組むね、はい、民進党などは、はい、何考えてんねんと、はい、本当に。そうですね まあ大阪では自民党もたまに組んだりしてましたけれども、<laughs> <laughs> いろんな地域事情がありまして、アメリカなんかも共産、そもそもコミュ、ね、ニスパーティーを作るのがだめですからね、憲法で。はいうん、にもかかわらず、日本はそれが認められていると。はい ということでまあ私あの29歳今、まあ、10年前なんですけど <laughs>、はい、市議会議員やってまして、はい、まあその時から10年経ってもですねまだ市議会の第一党は共産党なんですよ地方でだからあの都市部の一定の地域はものすごく共産党の市議会議員が多いんですね、うんうん、もちろん国政では勝てないんですけど、うん、地方に結構根を張っているというようなこと,ことですか、ね、そ,それがまた理解しにくいですよ私には。うん ただ、まあ、あの地方ですと少人数で取れるんですよね。取れます、うん、ですからあの、まあ、結束して取っちゃうということなんですけども、はい、国全体を通してで言うならねそれはなかなか難しくて、うん、市議会あの県議会もそうなんですよね。はい、ですから今ねあの憲法改正を進める、うん、憲法改正をお願いするような決議を。はいえー それぞれの県議会にお願いしてるんですけどねまだそれができてない県があるんですよね。いあもう予測できるんですけど沖縄北海道大分 H2O といわれる地域ですね。というような感じで実は先日大分で講演したんですよ美しい憲法を考える会ですね。あれの主催で で当初300人ぐらいしか来ないだろうと思ったら550人来ましたねこれねこれ面白いことにねこれのテレビコマーシャルを出そうとしたら地元のテレビ局はそれ受け付けないんですよ。BPO うんぬんって言ってねだけど1局だけフーテレビ系のやつはそれ流してくれたんでそれとチラシだけで募集して予定してたよりもたくさんの人が来て。 大盛り上がりだったんですけどね。はいまあ、あの中でね、日競争がどれだけダメだとかね、はい、そういうことを言ってしまったんですって。大分では日競争九割ぐらいカッしてるんですよね。もう一言でですよね。まあそれに戦っておられる先生方もいらっしゃるんですけどね。でまああの真っ向から、はい、対立して講演をしましたけどもね。 大丈夫かな <laughs> <ー> <laughs> 空港まで無事行けるかどうかそれこそ今度のシリーズはですね <laughs>、はい、共産党とか日共組とかがどうやって地方組織を維持しているかみたいなのを書いてくださいよ、はい、僕も協力しますんで例えば水田市とかだったら、はい、共産党の人たちが 保育所とかに入り込んででいくわけすよそこに保護者向けにいろんな活動すするでねママ会とかね作ってね。で保護者もおかしいなと思ってる人もいるんですけど子ども人質取られてますからなんかここで署名とかしなかったりしたら嫌がらせに合うんじゃないかというようなことで署名したりとかでもう別にどっちでもいいやっていう人も多いんでじゃあもう先生方言うしもう入れとこうかとかですね。 そういうのは結構締め付けが厳しくって問題提起する人が逆にパージされるようなそういうねまあ僕らしは言論弾圧ですよそうそうです工業施設を使ったそうです全くあれ不不正ですよねよくないですでねそれね行政もね見て見ぬふりなんですよなんなら行政の中にも仲間がいるからそうなんですそうなんですそうなんですですからねあの共産党が日本の えー、あらゆる機関にもう深く張り込んでしまってるわけですよね。うんそ,はい、それはあの館長もそうだし、うん、あの教育会はもちろんのこともう、うんえー、元国立大学はみんなダメですね。はいはい、もうダメあの講演で言っても言ってますけどうん、うん、名誉教授っていうのはもう終わってるからねもういいって <laughs> 言ってること信用しなくていい。 権威依存症とですはいうそんですねだから僕が言うよりも外国人のケントさんが言った方が外国人のほうが権威があるので <laughs> いやそれ影響力あるんですそれを利用してるかもしれないね、はい、僕は<も>非常にありがたいどんどんこう言論の、ね、<laughs> 最前線が伸びていくので僕らそこから裏からボム打っていきますんでそうだそうだっつってでもねあの共産主義はダメ共産党もダメはい。 と言ってしまう人はあまりいないんですよね。うん、なんでないななんでいないかというとなんででしょうね。多分、ね、身近なところにいっぱいいるからですよ。でしょうね。はい、で僕は言っちゃう、うん、もうだってそうだから、はい、ダメですね。うん、それは日本の国にどれだけの悪さをしてきたのかまあこの中に書きましたけれどもひ、ね、ど、うんはい、いですよ。あの、うん、全くひどい話ですよね。これね例えば。 議員でもね、僕も議員やってましたから本音で言いますけど、議員もね、共産党あんまり叩けないんですよ。というのは、あんまり正面から叩くと、議会運営に差しがる例えば、通してほしい法案、の条例ありますよね、法案とかの時に、そういう時法案じゃない、条例だ、条例の時に、反対回れると、結構数持ってるんで、通せないんですよ、下手した予算通せない時もある。 うん、中には市長選の時に共産党の固定票がものすごい威力を発揮する時もあるんですよ。そうなってくると市長ですら、うん、あの共産党のことは市長指摘できないと。だから信念じゃなくてやっぱり目の前のまあそういう条例通したいとか、うん、選挙に取りたいっていう思いが政治家にはどうしてもあるので、うん、そうなってくるとなかなか正面からバチって言えないんですね。 ですからね、その共産党を支持している国民の皆さんはね、共産党とは何か、共産主義とは何か、全く分かってないですよ、分かってない、なんか、福祉云々とかね、そういうのに騙されてね、もう全くだめですよ、福祉の党とか、平和の党とか言ってますよね、勝手に。 ダメです共産主義はだめです <laughs> 共産党に票を入れてはだめですやめてくださいそういうことはいいやもう結局本当に本当にだめあのねちょっと自民党がだめだからちょっとお灸を据えてやるんだとか言ってですねこの間共産党に入れてやったよみたいなことを平気で言う人結構いるんですねそれがね自分の人格が問われますよ本当にあなたはね日本の国を日本という国をどう思ってるの 自分の将来をどう思ってるの？子供たちが共産主義国の日本に住んでいた、うん、住んでいた方がいいですか？それダメでしょ？何考えてんだ本当に。うん、そう思いますよ。この本なんかね、まああんまり言うとネタバレになっちゃうんで、ぜひ買って読んでもらいたいんですけど、まあ例えばのあの野坂さんの話とか、はい、ズバッと書いてあるじゃないですか。書いてあります。ね。 その辺皆さん野坂さんってことですかね共産党であの戦後の共産党の国会議員をやってた方ですけど、まあちらっとねたまにすると中国でね <laughs> 反日日本人を教育してたと。そう,そうなんですよ。はい、そういうそういうそういうことをするのが共産党なんですよね。うん、共産主義で今中中国共産党がねどれだけ日本に入り込んできてるかですよね。はい、もう金であの。 おお金なんですよあそこはね。うん、ですから沖縄なんかもね、沖縄の問題はの根源は何かというと金。これねこういう字で書くんです。こう書いてこうこうですよね。<laughs> でそれどこから来るかって、はい、中国共産党なんですよ。うん、いやそういえばほら例えばあの共産党は政党助成金取りませんって言うじゃないですか。うん、でそれでじゃあ赤旗売ってって言うけど、うん、じゃあどんだけの人が赤旗買ってんのかって話ですよ。うんうん、赤旗にも はい、共産中国共産党金出してませんかと、はい、あのもちろん直接は出せないけどい<や>どこかの日本企業かねら<や>ロンダリングできますからそうです,そうです,そうです沖縄に関してはどこの企業かもはっきりしてます、ね、あね言いませんけど、はい、それで、えーまあ、それから大学ですよね、はい、あの最近、孔子学院とかいうのができたりしてねあれは全く中国、まあ、共,共産主義の教育をするためであってね。はい このように日本の国民を洗脳する機関を堂々と日本の大学に設置するわけですよ早稲田にもあるんですよそれねだからんで大学設置するかっていうとねお金もあるんですよだから金もう中国全部金ですよいやでもそれになびく日本人がいるっていうこと自体も問題ですよそうなんですよでそれを理解してほしいんですよそれに加担してはダメですよだからもうやっぱりインテリジェンスがなくなってしまったので戦後だからもう無警戒なんですよね でも警戒だから、うもう損得だけでしか物事考えられないんですよ。はい、ここから超えたら危ないとか、はい、あ、これひょっとしたら売国奴になってるかもしれないみたいなところに。もうセンサーがないので、はい、あ、お金もらえるんだったら、こっちの方がいいかなみたいなですね。はいうん、そういうもう、まあ、ううアンポンタンな人が増えちゃったっ。はい。 まあねもう共産党だけでもですねもう語り尽くせないぐらいいろんなネタがあ,あるんですけどぜひ、まあ、皆さんあのこれ8月そうそうけ結構際どいものを書いてきましたよね。はい フェミニストのね上野千鶴子さんとかもう実名で出されてますからね実名を出しますほんと今上野千鶴子さんの弟子とか平気でテレビ出てますからねだからもうその思想って脈々とメディアで吹き付かれてるんですよ若干言い方は変わってますけどだからもう本当にねこういう人たちをテレビが平気で使いますからねで一方僕らみたいなのはなかなか使ってくれませんしねていう絶対出れないですからねそうなんですよだってこのののの間僕講演 ね、宣伝を流してくれなかったのが地元のテレビ局なんですからね。うん、まあ一曲だけは出してくれたんですけどね。うん、いやだから本当共産主義者はテレビに出れるのに保守系はなかなか出れないと。ましてやこう新党、はい、の話なんかしようもんね、こうやれ宗教だなんだかんだって言うんですよ。新党と共産主義とどっちが危険なんだって話ですよ。本当なんだよ。本当。ねなんで共産主義者は出れて新党関係者は出れないんだって。おかしいんですよね。ね 本当にいやそれおかしいということをまず皆さんに知ってもらいたいということでまあ共産主義はダメ共産党もダメ、はい、えす、ー、全て中国の陰謀だと思ってください <laughs> え最初はソ連だったんですよ、はいはね、ソ連ももう崩壊したんで、うんえー、あれなんですけども日本にどれだけのそういう工作員がいるのかそう考えるとこうし社会党とかねその流れを組む民進党とかね うんまあ、そっちの方にも話が及ぶんですが、まあ、そっちに食い込んあの話を進めると今日は終わらないので、はい、一旦今日は言わせていただいて、はい、また次回よろししくお願いますよろしくお願いします。